まあ、チャンスを作りたいということと、ね、ととまあ、タミナス選手はプレッシャーも含め入れ替わった成果ですね。高木大輔クロスを入れた、佐々木拓実だ。この作りの部分も佐々木選手から始まってますからね。自分でサイドに作ってからゴール前にで最後もね、強く打つのではなくパスをするようにコースだけを狙って浮かさないようにだけを、ね、意識して打ったシュートだと思いますけれども。